いやー、帰ってこれた。死ぬかと思った。ひとまず明日に備えて少し準備をしたいと思います。荷物上に移動させたいと思います。はい、少し整理整頓したので、これどうなんだろう。いらねえな。とりあえず補強していきましょう。ここいらないかな。ダメかな、こんな補強じゃ。しょっぱいな。とりあえず、この壁補強ができなかったんで、木の板で。ひとまず、サイディングでごまかします。まあ、弱いのはね、承知なんですけど。ああ、やっちゃった。4枚損した。3枚か。3枚。あんま変わらないのか、損失分は。まあね、これ以外ちょっとやりようがないんで、現状。これじゃ無理だろうなんてね、コメントがありそうですけど、これが精一杯。やっちゃった。同じこと繰り返した。明かりがなくなっちゃうのは嫌だな。そうも言ってらんないんだけど。はい、材料がなくなっちゃいました。ゴミ箱がね、どっかにあったよね。一撃で取れんのはいいわ。こう裏とかになかったっけ。ちょっとじゃあスクラップを取りに。ああ、扉か。扉どうしようかな。わあ、簡単。簡単だわ。とりあえずダクトから回収しましょう。よし。さて、続きをやりましょう。ハイズリゾンビ用にここ下も行きたいところ。あ、いけるいける。え？
そりゃないわ。そりゃないわ。届かない。俺届かない、あそこまで。なんでだ。これ邪魔なのかな、草が。お、いけるいける。あ、そうか、そっか。時間が来たな。時間が来た。はい、まとめた。ね。ですね。明日はいろいろと準備をしてどうなるか。あまり残されてる時間はないんですけどね、できるだけやれることはやっていきたいと思います。はい、夜ですね。まあスノービーフォレスト、一応建物だけは見て回りましたね。こんな感じで。ガソリンスタンドが一つあって、軍事キャンプが一つあって、で立派なロッジが一つ、他にはあんまりない製材所が一つあって、キャンプが一つ、あとはまあ山奥のログハウスが一つですね。あ、ガソリンスタンド二つだ。で、あとはまあ別荘地みたいなところがありましたね。この先どうやって、この実況プレイ動画をやっていくかというのもまたちょっと考えていきたいなと思います。地図を見ていいのか、見ない方がいいのか、ね。微妙なラインだと思うんですけどね。まあ、今回ちょっとね、余裕がなかったんで見ちゃったんですけど、できたかな。まあとりあえずもうやることないんで、整理整頓を進めつつ夜中を待ちたいと思います。